どうも、サーユーです。恐れていたことがついに起きてしまったようです。何、ツイフェミが人でも殺したのか？あの、ツイフェミにだったら何言ってもいいと思ったら大間違いですよ。で、今回なのですが、AV 新法が施行され、おそらく初めてですかね、 AV の販売差し止めがついに起きたみたいです。マジで？確か作品公開から1年以内なら出演者は無条件で差し止めできるってやつだよな。そうですね。さらに契約解除を申し立てた出演者に違約金などの請求もできないですし、商品回収や原状回復義務も制作者側になります。つまり出演者は実質ノーリスクで販売差し止めができるわけだろ。まあこんなことしちまったら、その AV 女優は二度と AV には出演できねえだろうけど。あ、今回差し止め請求を行ったのは男優さんなんですよ。え、男優？女優じゃなくて？男優さんです。え、男優？ AV 出演被害から女性を守るためにとか言ってできたのが AV 新法なのに、男優がやっぱり AV 嫌だって？そうです。しかもエキストラの男優らしいです。エキストラの男優？え、メインの方じゃなくて？え、エキストラの方なの？わかんねえけど、 AV のメインって女優と男優の絡みになると思うんだけど、エキストラって何？マジックミラー号で目隠しさせられる彼氏役の方？わかんないですけど、多分そうです。あの痴漢者とかの電車とかバスの中で明らかに目の前で男と女がパコパコしてるにもかかわらず、断固として何事もないような顔で突っ立ってるだけのおっさん役の方？わかんないですけど、多分そうです。彼女が出張先で上司と相部屋になっていることを知らず、これがあれでそうなってる最中に電話かけてきて、あれ、なんかあった、息荒いけど大丈夫って聞く彼氏役の方です。エキストラが差し止め請求すんなや。エキストラ風情が、エキストラごときが何考えてんだよ。え、なんで、なんで差し止め請求したの？結婚するからという理由らしいです。結婚すんなや。エキストラの分際で離婚しろや。何、 AV のエキストラ男優が一丁前に人並みの幸せ享受しようとしてんで。いや、結婚はいいんじゃないですか？ダメだろ。もともと結婚を考えてた相手がいて、結婚を理由に差し止めとか、じゃあなんで AV 出たんだよって話になるだろ。出会って5秒で結婚したっつのかよ。まあ、詳しい情報は分かりませんが、まあ、例えばもともとは結婚の予定はなかったかもしれないけど、お相手の女性の妊娠がきっかけにとかだったら。エキストラの男優が本番行為すんなや。エキストラなんだから、プライベートでもエキストラであれ。目隠しされた状態で、え、何が起きてるの、大丈夫とか言って挙動不審になってろ。まあ、今回の件なんですけども、実際に女優さんとの絡みのないエキストラでも AV 新法の差し止め請求できるのって疑問の声も上がってますし、出演された女優さんにギャラが支払われるのかとか、エキストラならその部分だけカットすれば問題ないんじゃないかとか、いろんな声は上がってるのですが、もともと女性を守るためにとかでできた AV 新法なのに、まさかの初回差し止め請求が男優、しかもエキストラだもんな。どうすんのこれ。まあ、とりあえず今後の動向が気になるところではありますね。もともと AV 新法って出演者は年齢、性別、理由問わず無条件で差し止め請求ができるっていうところから、複数人出演する作品の制作のリスクは高いよねって話は出てましたが、 AV 新法なんてこんなもんやりようによっちゃ、 AV 女優とセックスするのが目的で出演して、やることやったら差し止め請求して作品を世に出さず合法的にやり逃げができるって法律だもんな。あ、俺仕事見つかったかもしれん。見失ってます。今回はここまでとなります。面白いと思ったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。じゃあまた。男がゲタネがやる気マックスの女が大量に控えてる。フェニフェニしよう、フェニ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 ギャリキャリキャリキャリフェニしよう、フェニ。ここは女性だけの街、エビデレディのウィメンズマッチ、翌朝からの解放、研ぎ澄ましたジェンダーカウント。